まあ、それにしてもですね、これ、あさって11月7日からですね、高知県で、まあ、高知県知事選というのは告示されるんですけども、まあ、この、えー、情勢というかですね、状況がどういうふうになってるのかっていうね、まあ、これ、与野党対決型ということでですね、えー、注目の、まあ、選挙って言えると思うんですけども、まあ、これ、産経新聞が興味深いことを、 記事で載せてるんでね。まあ、それは何かというと、自民党の鈴木、えー、俊一総務会長がですね、今日の記者,記者会見で、えー、状況は厳しいと。高知県知事選について状況は厳しいと。えー、その理由としてですね、この安倍内閣ね、二人の閣僚が一週間のうちに、えー、辞任したのはですね、ボディーブローのように政権へのマイナスイメージがあると。 え、我が党の推薦候補が勝ち抜くには本当に頑張らなければならないというふうに言ったということで、まあ、これはね、やっぱりその、ね、ま、あ菅原経済産業大臣と、え、河井克行法務大臣がね、もう相次いで辞めたと。えー、しかも安倍改造内閣を発足1ヶ月、 ちょっと立てやめたということがね、やっぱりそれは大きいのかなと、でまあ、しかも今回、高知県知事選っていうのはですね、まあ、あの新人対決なんですよね、現職の方が、現,現職だと尾崎さんがですね、今度はあの高知の衆院 肉から出たいっていうことなんですかまあ、それ調整して、まあ、それなんとかなったんですけども、えー、今のこの山本、自民党の山本祐二議員がですね、まあ、ちょっと、え、不満を述べていたって、ごたごたがあったということがあったんですよね。えー、ま、なんかそういううまいこと、あの、まとまったんですけども、まあ、しこりが残っているっていうかね、えー、いうこともあって、 あるのかなと。まあ、それが、それも効いてくるんじゃないのかなっていうね。で、しかも、えー、この間の参院選に出た、まあ、これ共産党として出たんですかね。松本賢治さん。あ、松本健二さんは、えー、共産党じゃなくて無所属で、野党共闘公、野党統一候補として出たんですよね。で、しかも結構、得票取ってるんですよね。あの、えー、自民党相手に10 ポイント差ぐらいの、まあ、共産党としてはすごいなというね。ええー、あの、野党共闘統一候補なんですけども、まあ、共産党席はあるっていうことで。 え、その松本健二さんが、ま、今回、え、高知県知事選に出るっていうことで、まあ、今回も無所属の統一候補として出るっていうことなんですけども、まあ、そう、だから、その参院選と構図はね、一緒なんですね、高知県ということですから、えー、だからね、そこそこ得票、 すると、参院選に続いてね。うん、ということで、まあ、この松本健二さんの集会の動画を見てもですね、勢いはあると。え、中村岸郎さんもなんか応援に来たとか言ってね、他いろんな方が応援に、えー、来られてるみたいですけども、まあ、ただね、本当どうなるか、えー、っていうのがですね、まあ、あの、自民党としては、 厳しいと言ってるということで、もう、まあ、結構接戦というかですね、まあ、激戦になるんじゃないのかなと。ただ、ま、参院選と違うのはね、やっぱ高知県っていうのは県政ですから、えー、そこをね、どうやってその、まあ、高知県の課題っていうのとかですね、まあ、そういうことが望まれるのかなと、いうのは思うんですけども。ただ、えー、この自民党の え、総務会長がですね、状況は厳しいと言ってるのはなかなか面白いんじゃないのかなという意味でも、え、注目、え、の、あの、選挙なんちゃうかなと。この間埼玉県知事選ではね、 え、大野さんが、えー、国民民主でしたっけど、大野さんがね、もう逆転勝利っていうのありましたけども、まあそれがもう一回高知県でも起こればすごいなと、うん。まあただでもそんな簡単ではないと思いますけどね。えー ま、でも、その、頑張りようによってはですね、あの、いけるんちゃうかと、えいうね、松本健二さんはね、僕は松本健二さんは声がいいと、カルトさんのね、ツイキャスの、あれでも喋っていただいたんですけども、まあ、も劇団にもや、役者かなんかやってはったということでね、 えー、まあ、声がいいっていうことで、まあ、その辺をもっとね、動画とか活用して、えー、理解してもらえればですね、えー、票取れるんちゃうかなって僕は思うんですけどね。まあ、知名度は今のと、あの、松本さんの方が、えー、あるんじゃないのかなと。あの、今回新人対決ということで、まあ、自民党が推薦してる方、浜田さんだったと思うんですけども、えー、そのね、なんか、 あの、その浸透がどこまでしてるのかなと。浜田昌治さんですかね。元大阪の、えー、大阪府の、えー、なんかあのー、やってはったと思うんですね。ちょっと忘れましたけども。うん、まあそういう意味でもね、えー、まあやるようによったらいいとこ行くんちゃうかなと。もしこう情勢調査、 とかでが出てですね、えー、まあ、激戦とか、えー、接戦とかになればですね、勢いは、えー、松本さんの方に来る可能性というのは十分あるんちゃうかなと、まあ、野党も本気になるでしょうしね、もっとね、さらに野党が本気になったらですね、あの面白い選挙になるんじゃないのかなというふうに思いましたけどね、まあ、どうなるかな、本当最後の最後までね、えー、頑張っていただきたいなと。 いうふうに思いましたけれどもチャンネル登録よろしくね